速稼塾のコブです。今日はね、 FX の相場解説ではないんですけども、今週ヒゲのことを何回かお話しして、非常にね、ヒゲっていう理論については解説をしている人が非常に少ないんで、分かりやすかったということでご評判いただきました。で、今回改めてね、リアルタイムチャートをちょっとね、ストップモーションにしたのを一緒に見ながら、今日3月28日、正確にはね、もう月曜日なんで、もうすぐしたらチャートも動き出すんですけども、動き出す前にヒゲってのは一体どういう形でできて、どんな特徴を表しているのかってことをお話していこうかと思いますんで、よろしくお願いします。まずご覧いただいているこのチャートなんですけども、まっすぐ右肩上がりで押し目を作りながらどん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 上がっていってますよね。で、相場解説をね、するとしたら、ここ天井でまっすぐなってるでしょ、うん、転換するときって大体こうなんですよね。で、鋭く突き上がってる時っていうのかな、なんかこう山になってる時、 V の字型になってる時っていうのは、まあそれを超えてまた上昇していくんですよ。でも、こうやってひしめき合ってるといえばね、まあなんかまっすぐになりかけてきたかなみたいな、レンジみたいな感じになる時は、上に行くか下に行くのか分かんない状態で、下に行く可能性も多いんですよね。で、下に行って、もしかしたらこれが転換になってこう下がっていくかもしれないなと、1時間だけで見たら思うんですけども、時間軸4時間1日それから1週間とかを見ていると、やっぱりね、上昇傾向にあるんで、まあこれはそのまま突き抜けて上の方に行くだろうと考えるのが妥当です。はい、それでヒゲのことに話を戻しますけども、ここまでぐーっと上がっていったものを利確するから、もう上がらなくなってね、こういうふうに、なんですかね、逆 V の字になったり平らになったりするんですよ。その後で、おや、これは売りにかけた方が良さそうだなというふうに、各種インジケーターとか他の時間軸などで判断した上級者の中でも手だれの人が、ここで売りのポジションを立てるんですよね。で、そうなると、まだまだ買いで進むだろうみたいな人のロスカット、もしくは含み損を巻き込みながら、どんどん売りの勢力が続いていくんですよね。これはね、人数は少ないけども、巨額な投資をできる上級の、しかも資金がいっぱいある投資家さんがこうやって仕掛けていくんですよ。で、そうなったらグググッと下がっていって、それを見てね、後追いで中級者以下の方ってのが売りで入るケースもあります。で、そうなってグッと下がっていくときに、この辺まで行ったときにね、上級者の方は十分なポジションが取れたんで、で、ロットも大きいですから一気に決済するわけですよ。そうするとでかいロットが決済されますから、決済した人数は少なくても大きくヒゲを出してグンと戻っていくんですよね。これは集団心理ではありません。少数の方の多額な現金が決済されたことによって起きる下ヒゲなんですよ。まあですんでね、少額とか大した金額入れてない人って言ったら語弊がありますけども、そんなに莫大な金額とかロットを込めてない人っていうのは、このヒゲに巻き込まれてロスカットを食らったり含み損に転じるケースがあります。もしくはずっと積み上げてきた売りの利益が先細るんですよね。そういった感じで慌てて決済する方もいるでしょうから、止まるわけなんですよね、実態になるわけですよ。で、そっからは今度ね、あ、こっから上昇に向かうんだな、この大きなヒゲってのは下から上に向かうサインだなって感じた人、テクニカルをちょっとやった人だったら、こっから全体的な買い相場も加味して買いにかけてくるはずなんですよ。だからこういうふうに上に伸びます。で、一旦下に下がったのも同じ理由で、ここでね、ちょっと消えちゃいましたけども、ヒゲがちょっと出てるの分かると思うんですよ。この陰線と陽線の連発したヒゲってのは、こっからもうね、売りのポジションを立てる人がほとんどいなくなるから、今度は買いで取った方がいいですよっていう風に支えてるんですよね。で、その結果買いに入るわけですよ。で、このヒゲってのはまた別の意味を持ってます。このヒゲはね、上の方からポジションを持っていた人が決済したんではなくて、ずーっと決済しきれずに含み損を持った人がここで決済して売り逃げたってことなんですよ。もしくは新しいポジションをここで立てましたっていうことのサインですね。そういうふうに同じヒゲでも違う意味を持つってことを理解しなくてはいけません。というのが、ここは大底のヒゲなんですよね。ここはここのヒゲ以上に上のところにあるわけですよ。上のところにね、だから意味が違ってくるよってことなんですよ。で、先ほどお話したような意味です。で、ここからは、そういった大幅な、含み損の決済とか、それから仕掛けのね、利益確定のための決済が減ってきて、少額の人の自然決済が、エントリーが進んできます。で、上昇していくわけなんですよね。で、あとは待ち構えているのが、ここをブレイクしたらどうかなっていうふうなね、
特徴のあるポイントですからね。でこれは初級者、中級者、上級者みんな同じ思いでここを見てますね。よろしいでしょうかね。はい。で上級者の中の上級者で一部、たった一部いるのが、いつも言いますけども、ここで入れる人ね。ここで入れる人は、この上の方から来た売りのポジションを決済したと同時に、今度はね、買いのポジションを入れてるんですよ。だから凄まじい、読みであり、相場全体を動かすような資金力を持った人ですね。相場全体を動かすっていうのは、例えばね、結構な金持ちの人で投資にお金を割いてる人、ロットが大きく入れる人がいるじゃないですか。その人は同じ思考ですから、例えばね5人とかでも合計した金額がでかいんですよ、うん、でも少数のお金しか持てない人が1万人揃ってもその5人に勝てないっていうことがあるんですよね。だから多くの人が決済したっていう表現をこうやって相場解説ではよく用いるんですけども、そうじゃないよってことなんですよ。多くの人ではなくて少数の人が決済した多数の現金が動いたっていう表現になるんですよね。この違い分かりますかね。ここをね、間違わないことです。たくさんの人がエントリーした、たくさんの人が決済したっていうのは、これはね資金があんまりない初級者の人なんですよ、初心者の人なんですよ。だからそれが先行して相場を形作ることはありません。ここをよく理解しておいてくださいね、うん、まあ今日はこのぐらいでまとめた方がいいですかね、うん、はい、ヒゲについてしっかりとお話しましたけども、これでも分かんないよってことはね、どうしてどの辺がどう分からないのかってことを添えてメッセージいただければと思います。まあヒゲの攻略ってのは一皮むけるっていうかね、ヒゲについてきちんと理解する、そして人に伝えれるほどまで咀嚼できてる人は、まああんまりいないです。初心者の方にはまあゼロですね。初心者、中級者の方でヒゲが分かる人はいませんから、やっぱり上級者になってこないと分かんないですね。ちなみに私は上級者って言っても他のインジケーターとかは使ってませんので、そういう意味で言うとね、まだまだ見えてないところがあります。この FX をね9段階に分けることができるとしたら、まあ初心者、中級者、上級者というふうに分けるとするじゃないですか。初心者の中でも、まあ本当の初心者、中級者、上級者って分かれるんですよね。まあいわゆる私の場合は、下の上ってやつですかね。下の上ですよ。それでもう暮らしていきます。で、中級者の下、中級者の中、中級者の上、まあ中級者になったら、他のインジケーターを使って、私が気づいてないところとか取りこぼしてるところまで取ってるはずです。で上級者の方はもう一人ではやってません、うん、9段階9つに分けたセクションのね、非常に高いレベルにいる方はもうすでに一人でやってません。ちょっとこう別のシートで示しましょうか。全体像はこういう風になっていて、9個に分けることができるんですよね、はい、こういう風に分けておきましょうか。ちょっと見えにくいですね、線ばっかり引いて本当に見えにくいですね、すいません。こういう風に3段階に分けて、上級者ですか、中級者ですか、それとも初級者ですかって分け方をします。その上でなおかつ、初級者の中の初級者、初級者の中の中級者、初級者の中の上級者って分けたりね、中級者の中の初級者、中級者の中の中級者、中級者の中の上級者って分けるんですよ。で上級者の中の初級者、上級者の中の中級者、上級の上級っていう形になりますけども、ここはもう組織でやってます。ここはね、ここはもう組織でやってます、はい、役割分担しながらね。でここはまあ個人の例もありますけども、組織でやってる、もしくはお互いの個人がコネクト取り合いながらやってますね。でここはもう完全個人の領域です。個人の領域で私がいるのはもうここですね。他のインジゲーターとか、それから特別なプログラムを使ってる人はもうこれとかこれとかですからね、はい、じゃあそんな感じで今日は終わりです。